はい、どうも皆さん、ひじおです。甘噛みやっていきます。ということで今回はそうやな、もう会話しかない感じなので、これあれかな、火水もう金曜日になったら勝手にイベント出るんかな。じゃないとおかしいよな。え、なんか死んでるとかある、これもしかしてあれ、あそこで終わりけ。それやと星イベント撮ってんから終わりなんやけど、多分これなんやけど、あれめちゃめちゃ不安やなえ、なんか撮ってないイベントあったっけ。あ、これ梅原の手伝いにこの愛水サビに認められたと。どうなんやろ、ちょっと不安なんやけど、かなり。うん、だってこれで取れへんかったらかなり戻さなあかんもんな。うん、だいぶ戻さなあかんくなるんで、ちょっと不安なとこあるんすけど、うん、まあとりあえずやっていくしかないな。で、多分昼休みのイベントがこれで、放課後2つ残っちゃってるんで、うん、昼休み1回見て放課後見て、で次の日の放課後1回見る感じにしようかな。うん、多分そういう感じだと思うんで、うん、まあサクサクっとやっていきましょう。あやついさん、今いいかな。うん、どうかした？うん、少し話がしたいなって思ったんだけど。あの手帳を燃やした理由について。あ、その時の話な。え、違う違う、普通の話だよ。あ、そうなんだ。だってあの理由ならそのうちわかるってあやついさんが言ったじゃないか。ええ、そうねだから今はいいんだ。そう。じゃあ何の話をしよっか。そうだな。あれが何かわからんのか。え、だってさ、これで食べ物じゃなかったらもうエッチか行動ってことやろ。多分それだともうエッチになるんじゃないの。っていうことなんで、一回食べ物いきましょう。マジ？一旦目からそんなえげつないことする？まあええけどな別に緑、緑、これ何？運動か勉強か。まあ勉強、どっちやろ。ちょっと待って、緑が運動いやでもミドルでまだ勉強入ってないから、勉強か運動やったら多分勉強の方があやついさん多いと思うんで、一回勉強行ってみようかな。うん、よし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 。あなたっていつもどれくらい勉強してる？もう毛ほどもしてない。普段はほとんど。そう。どうして？別に、ただ聞いてみただけ。どうせしてへんやろなとか思っとったりするんかな。あれ、上がらんかったんか今の。マジか。勉強、勉強、あ、よかった、下がらんかった。で、ここは絶対ミスできやんから、いや、行動やろ。え、恥ずかしがって逃げるかな。
いや、あやついさんは大丈夫。どうやろ逃げられたことあるからな。いや、あやついさんは大丈夫。そんなね、恥ずかしがるよがってね、逃げるのは一回だけ。よし、いい雰囲気を作るためにあやついさんに笑いかけてみるか。ねえ、あやついさん。何？お、ニコ。だから。だから。いえ、なんでもありません。これは大丈夫そうやな。リアクションがあっただけでも収穫だったな。お前すごいメンタルしとんな。あ、よかったよかった。あ、よかった。ずっとミドル。行動成功してミドルって、もうそれ失敗やけどな。お前メンタルすごいな。ていうかよく見たら欲しいイベント回収しとんな。ああ。お、さあどうや？あやついさん。絶対嫌。絶対になっとる。そんな。残念でした。もうたまには十一くんから強引に行け。それで終わんのかい。去り際のあやついさんはなんだか楽しそうな顔してたよな。ある意味では成功なのかな。まあ純一くんのこと悪く思ってない点でもう成功なんよな。てか星取れてるな、よく見たら。あれ右見たら、あ、取ってるわ。もう普通に忘れてたわ。え、これ何？あ、そっか、キスしたやつか。あの公園で契約っつって、多分そうやんな。あ、もうめちゃくちゃボケてたわ。全然取れてるやん。あ、じゃあ安心やわ。あ、よかった、安心アンコール割ったよ。ということで放課後やな。うん、多分後の2つは放課後なんで。で、今回のあやついさんの放課後っていうのはなんか幼少期の話が聞けるみたいな、割と貴重なやつなんで、これはぜひ聞いときたいな。うん。あれ、ちょうどよかった。今ちょっといいかな。うん、別に構わないけど。それじゃあ少し話してもしない？ええ、悪くないわね。よし、ミドルやろ。勉強、運動、娯楽、食べ物。勉強、なんか勉強どうなんやろ。結局そんな入ってない気すんのよな。ちょっと待ってな、食べ物一回も選んでないな。食べ物選んでみていいかな。うん、ちょっと気になるから。食べ物どう？おお、あるやん。ほんとあやついさんバランスがいいから分からんのよな。あやついさんの得意な料理、一番得意な料理って何？おにぎりちゃう？これといてないかな。あ、そうじゃないの。なんか夜食で、だから自分で夜食食べるときはおにぎり握るって言ってたから、おにぎり得意なんかと思ってたわ。ある程度までなら大抵作れるから。あ、まああやついさんならそうよな。うん、それはすごいね。別にすごくはないわよ。いいよ。そっか、ええぞ。ええぞええぞ。え、じゃあせっかくやる食べ物でいこうかな。食べ物の流れ来とるから、まあ、下がっても大丈夫やしな。うん。はーい、甘くはなかったな。え、じゃあ食べ物行こうか。おー、入ってる。冬といえばやっぱり鍋だよね。いやー、でもね、個人的にやけど最近すごいシチュー食いたい。
そうね、うん、寒い。お前家族の話をすなって。寒い日に家族で囲む鍋なんてすごくいいと思うんだけど、もう分かった、これ絶対あのテンション下がる。そう、やめとけって。あやつさんの家はそういうのってない？踏み込むな。ないわね。うん、そっか、せやろな。あやつさんに家族の話は絶対にしたらあかんから。これはまあ世間話でええよな、さすがに。ああ、よかった。クリスマスパーティーの準備はどう？順調って言いたいところだけど、少し遅れてるわね。遅れ気味なんや。なんかアニメでもそんな感じやったよな。大丈夫なの？ええ、まだまだ許容範囲内だし。みんなには内緒だけど、作業が遅れる分も考慮して予定を組んであるから。すごいな、マジで。ちゃんとそういうことも予定組んでやんねやな。すごい。そうでもないわよ。いやー、でももう高校生のうちからそういうのできるってすごいと思うわ。やっぱあらかじめね、最悪のというかね、ちょっと悪い方も想定しながらっていうかね、そういうのできるのはやっぱさすがって感じやな。ということで帰ろう、あいつじさん。あいつじさん、よかったら一緒に帰らない？そうね、別にいいわよ。よし、さ、それじゃあ行きましょうか。今日はどんな話してくれるのかな。多分幼少期の話やと思うんやけど、あのいつもの河川敷で。あいつじさん、たまにはどっか寄ってく？いいわ。あ、寄らんねや。じゃあ今日も河原の方からでいい？そうね。ああ、まあそうなるんやな。別に。ん？どこかに寄りたいなら私のことは気にしないでいいからね。ん？ああ、違うよ。僕はただ、あいついさんと一緒に帰りたいだけなんだから。そっか。うん、それに河原を通ればこうしてたくさん話せるじゃないか。それはそうかもね。あ、特になかった。なんかさ、アタックイベントの後半って特に何もないこと多いよな。キスの時も結局キスはダメかみたいななるし、なんか一緒に帰ったイベントもなんかね、楽しくおしゃべりしながら帰ったみたいな。そういう感じになること多いよな。で、あー、ちょっとだだ寂しくなってくるやつな、こっからは。はい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 。おやすみ。おはようございます。行ってきます。で、これ何？これって強制とかじゃないよな。一回も見たことないから。とりあえず放課後までジャンピング、放課後ジャンピングハイして、はい。で、これやな。あいついさんと話をしようということで、これ見たらもう飛ばすしかないんかな。あとは多分全部回収しとるけど今んとこ。あれ、ちょうどよかった。今ちょっといいかな。うん、別に構わないけど。それじゃあ少し話してもしない？ええ、悪くないわね。よし。いやー、あれ多分エッチ
あ、違うか、エッチ違うか、それはあれかそれ多分ハイの時やな。ハイの時さ、マジどうしような。あ、でもそっか、これ今回も最後か。勉強、運動、娯楽のどれかってこと。勉強、運動、運動、運動、い、あーでもなー、運動行ったことあるな。まあ運動でいいか。うん、運動でいい。よくない。はい、うわ、下がるやつやんな。うん、まあローは初めてやから、もう世間話でいいか。うん、はい、2連続か。あなたって何か人に言えない秘密はあるの？どうやろう。そうだな、子供の頃に妹のパンツを履かされたこととか言ってるやん。妹のパンツ、しかも子供の頃やからまだ良くない、そんなん。あ、ちょっと今のは忘れて。残念、もう記憶しましたから。別に良くない。今じゃないんや、今やったらとんでもねえとんでもねえ2位やけど、うん、まあ子供の頃やったら別に、そんな大丈夫よ。あー、飛ばしちゃった。別に飛ばしてもあれか、ちょっと待って、誰にも言わないであげるからみたいな。あ、見れへんわ。これも娯楽確定か。で、いいんやんな。世間話入ってて、勉強運動ダメで食べ物も見たから娯楽やんな。ちょっと待って。大丈夫よ。誰にも言わないであげるから。いいね。テキストスピードって絶対上げんやつ行こうか。はい。その文字に答えたら私に何の得があるのかしらね。やめろそういうの。別にいいやんか、例え話なんやで。俺読んだっけ。もし宝くじで一等が当たったらあいつに3何に使う。うん、そうだね、ごめん。そうあかんの。どうしよう。待って、なんかミドル、なんか娯楽入りやすいんかな。ちょっと待ってな。おしゃれと娯楽がなんかよう入っとる気すんな。ちょ、おしゃれ行ってみていいかな。うん、あぶねえ、よかった。あやつじさん、化粧って楽しい？この質問大丈夫？楽しいかもね。ああ、よかったわ。私なんて、ある意味すっぴんでも化粧してるようなものだし。ブラックジョークやめろ。こっち突っ込みにくいわ。そうだね。あ、まあええわ。あやつじさんが楽しそうならそれでええわ。で、アタックやな。はい。で、今日も帰る。そうね、別にいいわよ。はい。お、本当に？じゃあすぐ準備するから。うん、私も行くわ。うん、で、帰りますと。あいついさん、今日はどっか寄ってく？この前断られやんかったっけ。ううん、うん、いいわ。そうやんな。じゃあ今日も河原の方から帰ろうか。そうね、ほぼ会話一緒じゃん。うん、あ、もう終わったわ。うん、まあこれで一応あやついさんね、全部見たかな、もう。うん、はい。今日はミヤにお土産はないの？河原行っただけやで、石ころとかでいい。寄り道っていうか、もう一緒に帰っただけやからな。
はい、ということで、まあそうですね、今回はここまでになります。次回はそうやな、明日の朝になってみやんとわからんから、うん、もしかしたら何もなかったらもうスキルートのあの星イベント、ん違うわ、憧れか、憧れルートの星イベントまで飛ばすかもしれんくなるんで、まあそうなったらそうなったで、うん、まあええかなと思うんで、まあそうですね、もう憧れルートはほとんど、うん、チェックしてやるんで、あとはもうスキルート行くの松茸って感じ、うん、楽しみっすね。ということで、次回以降お楽しみにということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。